はい、どうもサンドでございます。徐々にやっていきましょう。今回は前回、2分の1勝負に、見事勝利し、ゲットしたプロペシーを使ってスクワタをやってみようと、思いますよ。レベルはねマックスまで上げたんですが、ちょっとスキルチケットを入れるのがまだ怖いので、とりあえずスキル1で使ってみようかなと。スキル1の段階では、必要パネル数が100で、変化パネルが6で、一番上だけですね。全部使うとスキル4まで上げれるんですけど、ちょっとねスキチ系全部使っちゃうのはねためらってますよね。まあ正直そこまでね強キャラってわけじゃないと思うんで、で相棒にはポギー使っていきます。ポギーはパートナーのパネル以外のランダムなエリアを消去して、消去したパネルをパートナーのパネルとして復活させる。今回お邪魔と穴が出てきて、お邪魔もまあ一応消せるのと、まあ、プロペシの大きいサイズを作っていこうかなっていうコンセプトですね。2凸しててスキルは4まで上がってます。このポギーはね大きいパネル作るときかなり優秀ですね。ではやってみましょう。まあいきなり打ってみましょうか。ほい、おー、いいですね。あー、ボックス生み出せるのは結構いいよ。ただ重いから溜まっていかないですね、なかなか。ちょっとまずいな。穴消して、ちょっと一回ポギー使ってみましょうか。お邪魔もいっぱい消して。ポギーはね、14個消せます。で、ここで打って。落下の、プロペシ率も上がるはずなので。落ちてこなかったけど。まあ、正直スコアは全然出せないと思うんですけど。邪魔がかなり邪魔。やっぱねこのスタンプ優秀ですよね、3回だけとはいえ。とりあえず打って、とりあえずプロペシをいっぱい読んでからポギー、サイズ6できそうかな。 OK ですね。イエイ。ポギーほんと優秀ですね。スコアはねまあ残念ですけど今のとこ。はい、さあ打って、あ、スタンドアップで打てばよかったな。まあいっか。スキルね軽くなれば結構使いやすそうですけどね。いやこのねダブルゴールドレアの必要枚数、スキルチケットの枚数多いのどうにかなんないですかね。そこまでね強いかって言われると疑問なんですよね。たまんねえか。いや、これほんといい。多分今んとこダブルゴールドレアで一番使えるのは、ジョルミスだと思うんですけど持ってないんですよね。次結構ポギーがいいんじゃないかなとは個人的に思います。打っとこう。せっかくね新キャラ手に入っても育てられないんじゃね、あんま意味ないんですよね。
まあ、大きいバネで作れるのはいいですよね。まあ、やってて面白いっていうのもあるし。うん、なんとか500万はいきましたね。いや、スキルね、上げたいんですけどね、ほんとね、スキル、チケット、ガンガン配ってもいいと思うんですよね。せっかくね、取ったキャラ、やっぱり、一番いい状態で使いたいですもんね。うん、とりあえず、今回使用感はこんな感じでしたと。参考になったよっていう方、ぜひコメントなど、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価していただけるとありがたいです。じゃあまた。